録画を改めて開始させていただきます。皆様、改めましておはようございます。本日2017年5月24日朝のスピリチュアルテレビ始めさせていただきます。本日は、山中湖の方から生放送ということで、若干電波の状態が、よろしくないようで皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、なんとかね今つながっているようですので放送を続けさせていただきます。今聴いていただいた愛にという曲ですね。こちらを今ねこちらでまさに録音中です。CD にね、して皆さんにお届けできたら嬉しいなと思いまして、今録音をさせていただいているこの場所でミュージックセラピスト、ミュージックアートセラピストとして活動なさっている、カブトさんの、ご自宅兼、スタジオというところで、今こうして録音をさせていただいているところです。今日はゲストとしてカブトさんをお迎えして節子の歌う水曜日をお送りさせていただきます。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、私の方から、カブトさんの紹介をしていただき、います。カブトさんはミュージックアートセラピストとして、自然、宇宙をテーマにしたヒーリングミュージックを16年以上、制作、作曲なさっていらっしゃいます。CD セラピー、には WHO 世界保健機構ですね、そちらで推奨された経緯のあるマナーズサウンドを取り入れて制作を続けていらっしゃいます。日本音楽療法学会の正会員でもいらっしゃるカブトさん、ご紹介したいと思います。カブトさん、よろしくお願いします。こんにちは。はい、おはようございますですね。おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、お待たせして申し訳ありませんでした。はい、はい。今日はカブトさんといろいろ音楽談義ですね。はい、ちゃぶ台ですね。ちゃぶ台で、はい、録音
の現場からお伝えしたいと思います。はい。はい、そもそも兜さん、はい、音楽との出会いは、どういったところからだったんでしょうかね。あ、まあいろいろ最初はですね、はい、まあフォークとかロックとかクラシックとか、いろんなものを聞いてました。はい、でもまあ映像に曲をつける仕事がまあ20代からやってましたんで、はい、それからまあ CM とかアニメーションとかの音楽を作りながら、まあ映像に曲をつけるというところからインストルメンタルの曲を作り始めて、それからまあヒーリングミュージックとか、癒しの曲、スピリチュアルミュージックとか、そういったものにだんだん移行していきました。なるほど。もともとはじゃあその現場で、そうですね、CM の制作、はい、まあ受注仕事というかね、はい、なるほど。皆さんもきっとね、耳にしたことのあるようなものがかもしれないです、はい、はい、あると思います。はい、はい、はい、で今はヒーリングミュージックとの作曲と、それからライブ活動をね、はい、なさってらっしゃいます、ね、ライブはまあ2時間ぐらいのものと、はい、またミュージックセラピーといいまして、1日の時間を通して、はい、自己発見、また宇宙の意識に、まあ、目覚めていくような、そのエネルギーでまた日々を生活していくと、日々がもっと豊かになっていくというセミナーを全国で行っています。はい、あちこちでね、されているようですけども、山口の方にも、はい、おとといっていうか、はい、日曜日ですね、21日に東京は終わりまして、その前が大阪だったんですけど、今度27日が、土曜日が山口でライブがあります。はい、28日が、山口でミュージックセラピー1日があります。場所がですね、赤間神宮という、はい、もう本当に本州一番端っこという感じで、目の前海で、その向こうに九州が見えるっていうところのある神社なんですけども、はい、そこで2日間続けてやります。はい、その後は、6月10日にですね、島根県の松江で、水天閣というね、はい、ホテルがあるんですけども、そこで1泊2日で、はい、ミュージックセラピーやりまして、はい、その後は7月9日、日曜日が名古屋、その後、また8月下旬がですね、広島と続いていきます。はい、まあ、今決まってませんけども、東京、福岡、はい、その他まで決まっていくと思いますので、仙台の方もね、はい、10月ぐらい予定してますし、すごいですね。はい、いろいろと回りたいと思ってますので、はい、ぜひどこかでお会いできたら嬉しいです。そうですね、もう全国を股にかけて活動なさってる兜さんなんですけども、はい、はい、どんな音楽なのか、まずはね、はい、聞いていただけたらと思います。はい、皆さん、まずはこちらをお聞きください。はい、聞こえてきます。あら？いろんなね、CD 出してますけど、はい、さっきおっしゃっていただいたように、
今チャットの方の確認が、今していますが、もう少々お待ちください。すみません。はい。では、お話を、続けていきたいと思います。カブトさんが宇宙につながって、はいはい、音楽を作曲したり皆さんに、はい、皆さんの中の宇宙的な側面というか、はいはい、そういったものを引き出していこうとする、はい、方向性というのは、いつ頃からどのような形で芽生えてきて、ミュージックセラピーはもう今14年目ぐらいなんですよ、2003年ぐらいからも始めてましてですね、いろいろこう進化してきてるんですけど、
ど、はい、まあ、個という自分というものと、全体意識というものと、はい、その融合によって、より、まあね、発見気づきが多くなり、そのことによって視野が広がっていくということができると思うんですね、はい、個っていうのは相対ですから、はい、相手がいます。それによって、まあ、嬉しいとか悲しいとか辛いとかそういう対象があるわけですね、でも全体というのはもともと調和しているという一体なので、はい、対象がないんですよ、それによって時間も空間もない世界というものがある、うん、で、そのこのもともと調和している世界っていうのは実は感謝っていうこともなく、もともと感謝なんですね、はい、感謝っていうのは相対で初めて生まれてくる世界、相手がいて誰かに感謝するとか、はいはいはい、出来事に対して感謝するとか、っていうのがありますけど、もともと一つの世界はもともと感謝、もともと調和なんですよね、うんうん、じゃあこれとこれをドッキングさせてイコールにするためにはどうしたらいいかっていうと、そのこっちの子っていうのはあれには感謝できるけどこれにはどう考えても感謝なんかできないって、自分けど、はい、愛という捉え方ができて、あ、こんなことを自分に伝えてくれようとしていたんだこの出来事はっていうふうになれたら、はい、その忌まわしいというか嫌だと思っていた出来事が実はガラッと変わって、うん、自分の意識が、まあ、それアセンションという宇宙の感謝っていうのは極めてイコールに近いんですよ、その意識になった時に全身から宇宙のエネルギーが出てきますし、はい、表情も全身のエネルギーも変わり、でも全身のエネルギーも実は周波数なんですね、うんうん、ですからその周波数がまた同じ周波数を引き寄せますから、はい、より良い出会いとか出来事を引き寄せ、はい、もっと深いいろんな洞察力とか、はい、いろんなものが自分の中に深く芽生えていく、うんうん、それをまた実践する力も蓄えられる、はい、辛い苦しいあの野郎って思っていくゴールっていうのがあったとしたら、その自分の中の意識が変わって、うん、アセンションすることによって、はい、あれも素晴らしいことかなとか、うん、あのこともとても自分に大きなメッセージをくれていたっていう気持ちの中でいくゴールとでは、同じ道を歩んで同じ時間を歩んでいてもゴールが全く変わってくるわけですよね、はい、でもそういうのをミュージックセラピーの一日の中で、たくさんの、まあ、生の音楽の演奏の中でですね、発見していくことによって、はい、自分の意識が次元上昇することによって日常の子としての活動が全く変わってくる、視点が変わってくる、見え方が変わってくる、はい、それによって今まであったゴールは消滅するわけです、なくなって、新たなゴールが自分の中に芽生えてくる、それもまた無限なんですよね、はい、アセンションも無限ですから、そういったことを、アセンションという言葉が抽象的に使われている場合が多いんですけど、はい、僕の場合やっぱり本当実生活の中に落とし込んだ時に、本当の意味での豊かな人生が実現できるんじゃないかと思っていますということで、長々とお話しました。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。すいません。はい、いえいえ、やはり今のこの時代に、はい、まあ、生まれてきている私たちの日常をどういうふうに過ごすかってことは、うん、結構大事なことですよね、はい、で自分自身の、まあ、波動というか周波数を上げていくのに、うん、その音楽を利用するということ で、はい、で、まあ、感情的な、まあ、辛い悲しいとかそういったものも十分味わった上 で、その意味というか、うんうんうん、それが感じ方自体が意識の中で変わってくる、はい、ということですよね、そうです、でその助けになるのがこの音であると。そうです、
まあ、音から僕の場合はねアプローチして、あの生で演奏する、また皆さんの思いを受け止めてそれを表現していくっていう時間をこう、あのインタラクティブに交互に繰り返していく時間が結構多いんですけども、それによって相乗効果でその場が一つになっていく、まあ、一体という世界ですよね、世界を皆さんが、まあ、一体イコール全体意識、まあ、イコールもね実相とかいろんな言い方がありますけども、まあ、神話という言葉もあるし、その、まあ、全部同じだと思うんですけど、その宇宙の思いに慣れた瞬間に出てくる自分の気持ち、それを大事にして生きていったら変わってくると思うんですね、それぞれみんながやりたいこと、この地球に何しに来たのかということがはっきりと ね意識できるようになってくるかもしれないですね、そうですね、あの地球に来たということを考えると、まあ、これいろんな先生が話しているので、一概に何が正しいかっていうのは僕もわからないですけども、その一体と個というこの2つの今さっきお話しした世界からするとですね、あの調和とかそのなんていうかそのもともと感謝の世界って飽きるらしいんですよ、飽きるんです、飽きるんです、もうずっと平和ですから、そうですよね、もともと平和な世界からやってきたわけです、平和な世界に行って飽きて、あ、人とぶつかりたいとか、人と何かこう愛を表現したいとか、そういう意識が生まれて、子としてこの地球に生まれてきてるっていう説もあります。なるほど。と考えた時にこれ、よく捉え方をすれば、あのだったら今楽しめばいいわけですよね、一日一日を、あ、自分が望んできてる世界ですから、一個一個の体験を、あの全部噛み締めて、あ、なんて今自分は、その自分の思い通りのね、自分の思ったなんか夢を今、調和の世界から来て実現してるわけですから、その一個一個のこう時間空間を楽しんでいって人生を、あの全うしていけば僕はいいと思うんですよ、その一見ってなんかその説っていうのは僕はとてもいいなと思ってるんですけど、そういうことで私たちもこうやって出会わせていただいて、であの私もやっぱりそういった同じようなね、あの気持ちで音楽を奏でて、でそれをあの CD という形にね、していただくということで、本当にあの世話になってるんですけども、あのやはり宇宙とのつながりというものを、やはり自分自身すごくこう最近特にですけども、ルーツとして感じているんですね、でそういった世界の中ですごく波動的にこう共振する、そういう感覚が、まあ、私の中にはありまして、例えばあの音を奏でますよね、この私の場合はクリスタルボールというね、この水晶の音を奏でることが多いんですけど、こちらの録音も実はすごく難しくて、ダイナミックレンジがすごく広いので、録音してくださる、本当音楽を知って知り尽くしていらっしゃるカブトさんだからこそ録音できるっていうところもあって、本当にもうお世話になってるんですけども、あのこの響き合いですね、例えば2つの音が今鳴ってますよね、でこのの音に対してこういう音をこう持ってくるとき、この調和の仕方と、例えばこれにすごく近い周波数を今ぶつけてみたんですけど、その時に生まれるこう感覚というか、あの調和の仕方が若干違うわけですよね、でそういったその音のぶつかり合いというか振動の妙というか共振の妙を味わっていく世界というかね、なんかすごくマニアックですけども、そんな、まあ、我々が普通日常ね、聴いてる曲っていうのは、まあ平均率という普通のドレミア・ソラシドの和音から構成される音楽を聴いてるわけですよね、でもクリスタルボールっていうのはある種それをまあ外してる部分も多少ありますし、まあナーズサウンドもね、もちろん4000種類ぐらいあるので、その音一個一個っていうのはもちろん平均率で区切られた音ではないですけども、そういったやっぱり音っていうものは、我々人間も60兆の細胞が全部こう、
振動することによって、はい、生命維持活動をしているわけなので、やっぱり音っていうのはすごく人間にとって大事かなと思いますよね。はい、はいはい、そうですね、はい、常に無音状態ってことはほとんどないですよね、うん、日常の中でたくさんの音に囲まれてるわけですよね、はい、うん、その時にどんな音を選んでいくか、うん、それがまあ、CD を自分の意思でかけたりとか、はい、いろんな音楽を選ぶことができるわけで、うん、そういう中でその自分の癒しに一番こう役に立つというか、うん、自分が体がこう本当に癒えて元の元気を取り戻していけるようなね、うん、そんな音楽をね作ってらっしゃるんじゃないかなって、はい、そうですね、はい、思います、うん、マナーズサウンドというものについて、はい、じゃあ少しね、そうですね、お話を聞かせていただきたいと思うんですけども、はい、はい、マナーズサウンドを結構、マナーズサウンドって検索すればいっぱい出てきます、で、はい、まあ、銀座の方に、ホームがあるんですけれども、はい、まあ我々の人体の、まあ、60兆と言われている細胞が、はい、まあ、臓器や血管や皮膚や骨というものが特定の振動周波数で振動しているとしたら、それを医療に活かせるんじゃないかということを研究したのが、マナーズ博士という、もう 7,8 年前にも亡くなったんですけども、イギリスでの活躍して、はい、WHO でも活躍した経緯があるので、はい、まあ、その音がね、WHO とか国連でね、はい、認められたんですけど、体調を崩している時に、はい、その振動周波数が狂ってる、うん、または弱ってるという捉え方をして、はい、正しい振動周波数を、まあ、共振共鳴させることによって、うん、元の振動周波数に戻すことができれば、うん、それをもっともっと医療として、はい、音響振動という、まあ、療法で、はい、活かせるんじゃないかということを彼は研究していきました、はい、うん、はい、で、まあ本来はね、狂ってる振動周波数、正しい振動周波数っていうのは、はい、違うわけですから、うん、我々理科の時間に習った音差っていうのがありますよね、はい、同じ 440Hz であれば、はい、440Hz、 あ、これですね、はい、こちらで、はい、こちらが同じものがこっちあれば、はい、まあ、倍音でも同じ音でも共振共鳴していくわけです、離れていても、ね、そうですね、離れていても同じ周波数であれば、うん、でも狂ってるわけですから、はい、本来は、ええ、共振共鳴しないはずなんですね、うん、はい、でもマナーズ博士の研究で、ええ、強制共鳴って言うんですけども、はい、強く共鳴させることによって、はい、この弱ってるまたは、ま、狂ってるところが、うん、私はあなたの振動周波数だったってことを、そのアプリケーターっていうものを近づけることによって、ええ、まあ抽象的ですけど思い出す、はい、思い出す、それによってこの狂ってるところが、はい、新しい振動周波数を取り戻す、ね、それによってマナーズサウンドセラピーというものが確立したと言われています、はい、まあ、日本ではあくまでも、はい、医療ではなくて癒しのサウンドとして扱われています、で、はい、その胃とか、まあ、いろんな腸とか、立体を表す、はい、まあ、振動するときに1個の周波数ではないですね、はい、それが3つなのか5つなのか7つなのかっていう、その周波数の和音、まあ、和音のその構成が何音なのかっていうことも最初かなり大きなハードルだったんですけど、それが5つの振動周波数の組み合わせって分かってからは研究がね、早く進んだって言われています、はい、そうですね、はい、この5つの音っていうところがね、また素晴らしいなと思うんですけども、はい、そうですね、うん、はい、で最初に私が今回歌わせていただいた曲の中でも、はい、レミドドソという、ね、はい、この音ですね、はい、この5つの音、これの組み合わせで結局これは水を表しているということで、はい、マナーズ博士の研究によって明らかにされた、うん、それを未知との遭遇のスピルバーグが、うん、マナーズ博士と相談をして、うんうん、それを採用したという、ね、うん、経緯があるわけですよね、うん、ということでやっぱり5つ、まあ、五臓六腑と言いますけども、はい、人間の体は臓器はやっぱり5つあるんですよね、うん、で私たちの手も、うん、1、2、3、4、5本ですよね、うんうん、右と左、それが陰陽という形で、うん、私たちも男と女という形に今、うん、体に収まってますけども、はい、そういった形で、まあ、二元的な世界に私たちはいて、うん、でその要素として5つが基本の要素として、うん、地、水、火、風、空というね、うんうん、そういう5つのエレメントですね、はい、そういったものに支えられて私たちは今生きているんだという、そうですね、はい、ごぼう、
ペンタゴンとかね。あ、そうですね。ペンタゴン。節っていうのは、どうするの、キーの数字ですよね。そうですね。ひふみよいで、はい、よいまで到達すると、はい、やはり5で合格みたいなね。うんはい、ですよね。はい。すべてがその5つで基本的にはできているというようなね、うんはい、ことですね。面白いですよね。はい、その数字と、それから音楽の関わりとか、はいうん、それからその私たちの体ですよね。そういったものも全てこう密接にこう関わり合っている、はい、ということで。そうですね。はい。うん、去年ね、あのアスペクトっていう、まあ、出版社がありまして、はい、そこからそのマナーズをのサウンドを説明したもう教科書みたいな本をね、はい、2つ出しました。あ、そうですか。そう、あの1200円ぐらい発売されてますけども、はい、1つがね、あの心を癒すブルーの表紙なので、ちょっと今日もとなったんですけど、あの聞くだけで心を癒すっていうような感じの本と、聞くだけで体の痛みを取るっていう体版の方と、2つともあの僕あのうちの会社で全部曲をあの担当しましたんで、僕もレコーディングエンジニアで全部やりましたが、はい、あのそれも本当に一個一個の音がね、あの解説もされてますので、はい、あのよかったらアマゾンとかね、書店でも、ね、あの、はい、販売してますのでご覧いただけたら嬉しいです。はいはい、あのぜひこれを機会にね、あのカプトさんの音の世界へぜひぜひ、ぜひぜひ、ホームページでも聞けますので、はい、ホームページの URL も申し上げておきますね。はい、http:// のダブルスラッシュのアートミュージカリー、はい、artmusically.com です。もう一回いきます。はい、http:// ダブルスラッシュですね。はい、artmusically.com です。またはですね、あの簡単にカブト、KABUTO と音楽ってあのヒーリングミュージックとかですね、検索していただければ、はいまあ、トップの方も出てくると思いますので、はい、ぜひ曲の方もあのご視聴いただけたら嬉しいです。はい、ライブ活動の方もねなさってますので、はい、お近くにねお住まいの方はぜひね足を運んでいただければと思います。はい、ということで、はい、いろいろお話をしてきましたが、ちょっと最後にですね、ふっと思い立ったんですけども、はい、合奏しちゃおうかなっていう。あ、どうぞどうぞ。これいますか。はい、あ、いいですね。この音好きなんですよ、ね。ああ、はい。この有金とコラボで。はいはい、そして今私の中でヒットしています縄文の。ひふみのりとを歌いながら、お送りしたいと思います。カブトさんはもうシンセサイザーのね大御所ですので、小御所ぐらいです。小御所ぐらいですか。
まあ、こういう謙虚な方ですけども、まあ、今ここでねシンセサイザーを聞かせ、できないのは残念ですけども、ぜひね、生のライブの方に、ね、そうですね、ぜひ込んでいただいて、お目にかかれたら嬉しいです。はい、聞いていただけたらと思います。はい、という形で今日はね、録音の途中を、こういった形でカブトさんにゲスト出演させてしていただきましてありがとうございました。短いですけどこの後またね録音の方、させていただきたいと思ってますので、節子の歌う水曜日ここら辺で失礼させていただきたいと思います。本日は、チャットの方がねちょっと確認できなくて電波状態悪い中、放送させていただきましたので皆さんにはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。また再来週ですね、水曜日、節子の歌う水曜日でお会いできれば嬉しいです。それではさよなら、さよなら、さよなら。